基本的に全く眠れなくなるっていうことはまずないと思います。いや、まあ、壊れた脳っていうのがどういうものを持って壊れた脳というのかはなかなか難しいと思うんですけど、何か脳の病気をしているとか、脳の損傷を持っているとかっていう方が、そういう意味だとしたらね、眠るのが難しいかというと、単純にそれで眠るのが難しくなるわけではないとは思います。視床下部みたいなね、睡眠の中枢があるところが局地的にぶっ壊れるような病気、性家族性不眠症とかね、そういうふうな病気にならない限りは、基本的に全く眠れなくなるっていうことはまずないと思います。全く眠れてませんっていうふうに感じるっていうことはあると思いますよ。不眠症の方は全員じゃないな。不眠症の方のかなりの割合の方はそのようにおっしゃいますのでね。ただ、客観的に、睡眠の脳波なんかをとって、眠っているという状態と解釈できる脳波が出てるかどうかということで言うと、まあまあ、ほとんどの方は毎晩眠ってるというふうに解釈していい状態になってるというふうには言えるんじゃないかなというふうには思います。不眠に関しては特にそうなんですけどね、抑うつ感とかっていうものというのは、すごく自覚をしやすい方と、自覚しにくい方っていうのがおられるんですよね。で、意欲が低下したりとか、気分が落ち込むっていう感覚をあまり感じることができない、そういうふうな方って、身体的な症状として出てくることが多いんですね。実は、不眠とか眠いとかっていう症状って、一般の方のイメージではそれ精神症状だっていうふうに受け取られることが多いかもしれないんですけど、実は精神科医の中では不眠というのは精神症状というよりも身体症状の一つですので、そういうふうに自分の感覚として抑うつ感がなかったとしても、これも一種のね、仮面うつ病といって身体症状の仮面をかぶったうつとして、考えることもできます。なので、そういう眠いとか眠れないっていうふうなことが、うつの方が自分自身はうつという感覚がなかったとしても起こることというのは十分にあり得ることだとは思いますね。あり得ると思います。で、やっぱり眠いですとかいうことだけで来られてるとかね、不眠の方も結構そういう傾向があるんですけど、私は眠れないことだけが原因で精神的には正常ですというふうに、おっしゃる患者さんっていうのが結構少なからずおられたりとか、うつに関してもちょっと考えておいた方がいいかもねっていうことに関して、すごくセンシティブに反応するような患者さんっていうのも中にはおられてね、怒られた経験とか、不機嫌になっちゃった患者さんと触れた経験がある先生だったら、そのことを患者さんに可能性として告げられるっていうことに関して少し慎重になられる方もおられるかもしれません。で、僕、眠気に関してとか、不眠に関してもそうなんですけど、最初の段階でさらっと触れるようにはしています。睡眠不足と、睡眠の質が悪いっていう話と、あとやっぱナルコレプシーみたいな、覚醒の問題とか薬の問題と、あと僕、精神科医なので、一応ね、うつとか、ストレスの問題でも、眠気とか不眠とかっていうのが起こることもありますからね、それって、もしあるようやったら、教えてほしいし、心当たりがあるようだったら、いつでもいいのでまた教えてくださいね、みたいな形で、僕自身は最初になるべくお伝えするようにはしてます。そうすると、その場では言ってくれなかったとしても、この医者には気持ちが落ち込んできたりとか、不安になったりとかしても、言っても大丈夫なんちゃうかっていうふうに思ってくださったりとかすると、どこかでそれをね、ポロッとおっしゃってくれたりとか、相談してくださったりとか、することもあるのでね、もし心当たりがあるようでしたら、そういうこともあるかもなって自分でも思う部分もあるんですけど、どうですかというふうに聞いてみられても良いかもしれません。まず、ちゃんと治療していて、CPAP 療法とかをね、してらっしゃって、睡眠時無呼吸症候群をきちんと治療してるんだったら、睡眠時無呼吸があるから睡眠薬が絶対ダメっていうわけではありません。基本的にどのタイプの睡眠薬を飲んでいただいたとしても、適量ね、1錠とか、2錠ぐらいまでであれば、基本的には安全に睡眠薬は使えると思っていただいて大丈夫です。ただ治療されてらっしゃらないような方であれば、できれば筋弛緩作用があるタイプのベンゾジアゼピンやその仲間の睡眠薬は避けていただいて、レンボレキサンとデイビゴとか、スボレキサンとルソムラとか、弱いので良ければロゼレムですね、メルテオンとか、そういったタイプのお薬であれば、基本的には安全に使えるんじゃないかなというふうには思います。残念ながら睡眠外来に来ていただいたときにできることというのは、歯ぎしりに関してね、睡眠時無呼吸症候群が歯ぎしりを誘発している、引き金になっているかどうかということを調べるというご協力ができるかなどうかなというぐらいだと思います。実を言うと、歯ぎしりというのは大半原因が不明で、あまりね、呼吸が止まって、苦しくなって息、目が覚めた時にギリギリギリってこう歯ぎしりをする方がおられたりするので、そういった方に睡眠時無呼吸の治療をすることによって良くなる方っていうのはおられたりはするんですけど、そうでない方の場合には基本的には原因不明なので、ほとんどの場合には最終的には歯科、口腔外科にご紹介をして、そこで歯とか歯茎を守るためのマウスピースを作っていただいて、それで治療することが多いです。なので、睡眠に問題があって、例えば呼吸が止まって鳴ってるかどうかを調べたいという場合には睡眠外来だと思いますし、とりあえず歯ぎしりをなんとかしたいわっていう場合には歯科口腔外科がいいんじゃないかなと思います。精神科に来られても困りますので、精神科はやめておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。僕はね、睡眠アプリは使ってます。iPhone のユーザーなんで、sleepmeister っていうアプリを使ってます。それが僕自身がいいなと思っているのは、睡眠の日誌みたいなものがね、つけられるんですよ。こんな感じですね。見えるかな?見えるかな?こういう感じで、睡眠、ここ黒いところが寝てる場所で、白いところが起きてる場所なんですけど、これ僕たちがね、患者さんにつけていただく睡眠日誌とすごく形がよく似てるんですよ。僕自身はこれを使ってます。ただね、これ使ってる理由っていうのは、基本的には遊びと、あとは習慣化ですね。これを押すことによって、これから寝るぞっていう、一応意気込みができるのと、これをね、切ることによって、僕、毎日このアプリを自分で切って、一日をスタートするようにしてるんですよ。なので、これを切ることによって、じゃあ、ここで起きようっていうふうにね、切り替えができるので、一種の自分に対する行動療法としてね、睡眠アプリを使ってます。で、脳波を測ってないので、基本的に睡眠の浅いとか深いとか、そういったものっていうのは評価できないと思っていただいた方がいいと思います。脳波を測ってなくて、これ、基本的には加速度センサーで振動を見てるだけなんで、体の動きを見てるだけですね。スマートウォッチなんかと連動してるタイプのものもありますけど、あれもそこに心拍数とかを加えてるだけなので、あんまりその睡眠のね、質に関してとか、睡眠の種類、構造に関して正確に評価ができるものではないので、あまりね、信用はしすぎない方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。是正すべきですか?はい。過眠を是正すべきかどうかで言うと、状況が許されるのであれば、僕は別に是正しなくてもいいんじゃないかなというふうに思ってます。過眠って言ってもね、いろんな種類がありますので、眠たいとか、長く寝すぎるとかね、眠ること自体が悪いことだと基本的に僕は睡眠の専門医なので思ってはいないんです。ただ寝てる時間が長いとね、人生損したような気分になっちゃうとか、仕事とか学業とかが、時間が決まってるのでね、その時間に合わせられなくて、損をする場合とかがあったりするので、そこの損の部分とか、自分自身がそれでは嫌だっていう風なね、気持ちの方が大きくなったら、中の形で過眠を是正していくというか、そういうことに対処していくっていうこともあってもいいと思うんですけど、そこはもう最後は考え方次第ですね。ナルコレプシーっていう病気の方で、一般的にはなんですけど、若い時ほどね、病気って苦労するんですよ。正確に言うと、思春期から30代の前半ぐらいまでが一番苦労するんですよね。要は、文句を言われたり、怒られたり、指導されたりするような年齢の間は、やっぱり眠いっていうのはすごく苦労しますね。ただ、自分自身の立場が上がっていったり、地位が上がっていったりするにつれてね、眠いとか、起きられないこともそうなんですけど、そういったことで、怒られたりとかね、ディスられたりとかね、されることっていうのは少しずつ減ってくる場合もあるので、うまいことやって、早く年を取って偉くなっちゃうっていうのはね、一つの対処法かもしれません。